たんだ、レオナ。少しいいかな。一緒に来てほしい。ああ、いいけど、どこに行くんだ？ウェトラの谷。そこに魔獣が出て、私一人じゃきっと倒せないから、お願い。わかった。一緒に行くよ。あの魔獣。わかった。一緒に倒そう。倒せたな。大丈夫か、レオナ。うん、平気。キリト、レオナ。メディナ、どうしてここへ？この近くには私にとって大切な場所がある。だからだ。大切な場所？うん、メディナ、前に話してくれたよね。そうだったのか。もう大丈夫だ。ここに出た魔獣は俺たちが倒したよ。レオナがここに来てくれって俺に声をかけてくれてさ。もしそんな場所に魔獣が入ってきたりしたらって思って、キリトに協力してもらったんだ。そうだったのか、ありがとう。でも、私はこことは違う世界から来て、その世界で普通とは少し違う形でメディナと会ってるの。少し違う形？どう？詳しいことは言えない。でも私はメディナのことを知ってる。だから他人だとは思えなくて。それからそのもう一つの世界で、私はみんなが知らない未来を見た。スカーレットにはその結末が歌われてるの。それで本音を言うと、歌詞のすべてを思い出すのが怖かったんだ。その未来は激しく情熱的でも深い悲しみにも満ちてたから。理解が難しいが、そんなことを思っていたのか。私たちに訪れるかもしれない未来が怖いと。うん、みんなと仲良くなったから余計に。言っただろ、大丈夫だよ。俺がメディナやみんなを守るし、怖がることなんて何もないんだ。たとえレオナがその世界で見た未来が本物だったとしても、俺が運命を切り開いて変えてみせる。だからレオナには安心して歌ってほしいよ。私もだ。レオナの歌を聴きたい。レオナが歌で届ける言葉をもっと聞きたいんだ。私も
光など見えない闇の中でずっと生きてきた。だからこそ多くのことを恐れていた。だがいつしか、おせっかいで食い意地の張った誰かのせいなのか、何があろうと恐れず前を向くほかないと気づいたんだ。そして自らが進む道の先には闇だけではなく一筋の光がある。とおい、おせっかいで食い意地って、それ誰のことだよ。さあ、知らんな。だからレオナもどうか恐れないでくれ。キリト、メディナ、わかった。それじゃあ聞いて、私の歌、そして異国の赤い髪の少女の物語。こぼれゆくスカーレット、形あるものは移ろいで、やがて消えるけど、ああ一瞬光って、その目の記憶の奥の国刻みつくなら、まだまだ。やったなレオナ、これこそ魂がこもった歌。そう感じたよ。全部歌えた。なぜか不思議と。メディナ、泣いているのか？泣いてない、ムカつく。ただスカーレットを全て聞くと胸がいっぱいで切なくて、いろんなことを思い出したんだ。父上のことも、私がこれまで歩んできた道も。この歌には私が求める全てがあった。私も最後まで歌ってわかった。これは全ての人の悲しみと痛みを帯びた情熱の歌。この歌に込められた思い、傷の記憶を歌い続ければ共感した誰かの心を救うこともできるかもしれない。だから私は歌い続ける。この歌に込められた傷と情熱をたくさんの人に届けるために。傷と情熱か。確かにスカーレットからはそれを感じたよ。ありがとう二人とも。私これからは恐れずに歌うよ。だってキリト、メディナ、この世界でただまっすぐに生きるみんなの未来には希望がある。それに最後まであがいてみないと、答え合わせがどうなるかはわからないから。え、レオナ、それって一体たった一人この世界に迷い込んで、失ったお歌を探し続けて、やっと答えを見つけた。見つけられたのは二人のおかげ。ありがとう。ねえ、二人はこれからも私と一緒にいてくれる？もっと私の歌を聴いてほしくて。もちろんに決まっている。だってレオナは私たちの大切な友達なんだからな。ああ、これからもレオナの歌を聴かせてくれ。ありがとう。それじゃあ改めてよろしく。
その後レオナはレイカの花園でライブを開催。人海の多くの人々が彼女の歌を聴きにやってきた。レオナの傷と悲しみ、そしてその中にある一筋の光を訴えかけるような歌唱に人々は喜び涙を流し、ライブは成功に終わり、俺たちは心から喜んだ。謎めいた異界の歌うたいレオナ、これからも俺たちは仲間として彼女と共に戦っていく。彼女の歌う絶望と希望に照らされながら。赤い色ですか。